行事の時に使う五色の紙テープ。こんな風にきちんと入っていると気持ちいいし使いやすいですよね。それでフォルダーを作ってみました。トイレットペーパーの芯と7センチ5ミリの正方形に切った段ボールを用意してください。この大きさはこの紙テープがちょうど入る大きさですね。少し大きいぐらいかな。したらこのトイレットペーパーの芯を潰します。しっかり折り目をつけたら、今度はこの折り目と折り目が合うように潰します。で、この折り目で切っていきます。そうしてこれをこんな形にすると、これが入らない。あ、入った。これがなんとかギリギリ入る大きさになります。ここでこれを テープで留めたら、この中心に貼ります。実はこのトイレットペーパーの芯、最初のものよりちょっと太かったようです。この音は入らなかったので、少し端っこを切っている音です。こうなるように貼りたいですね。ですから、温度を使う。ここに少し盛り上がるような感じでつけてください。これでそのまま置いておきます。上から見るとこんな風になっています。ギリギリだったので少し浮かして置いておくことができました。下までついても大丈夫です。しっかり乾いたらこれを外します。くっついています。これで紙テープホルダーの出来上がりです。これは細めなものでできているので、ストンストンと入ります。使ってないものやまだ巻きの太いものを下の方に、巻きがもう細くなってきたものを上の方にしておくと使い勝手がいいですね。こうやって入れておけば使いたい色がすぐに取り出せます。